ワルファリン、ワルファリン、ワーファリンは、工業個材の一つ。殺素材としても用いる。ワルファリンカリウムが医薬品として使われ、商品名はワーファリン。投与方法は、蛍光、内服のみである。血栓側栓症の治療及び予防。心臓弁膜症に対する機械弁を用いた、ベンチ術後や心房細動が原因となるのを、側栓症予防、あるいは、 深部静脈血栓症による肺塞栓症予防のために、また抗輪脂質抗体症候群での血栓症予防のために、しばしば処方される抗輪脂質抗体症候群での投与については、副作用、近畿の不死を参照。欧州及び日本ではワルファリンによる抗凝固療法の効果を、トロンボーテスト測定により凝固活性、パーセントあるいは、 インドルピーチをモニターする方法が普及していた。現在では世界的にプロトロンビン時間のインドルピーチを用いることが各ガイドラインで推奨されている。服用から効果発現までに12から24時間かかり、さらにプロトロンビン時間、PT あるいはトロンボテス、TT によるインドルピーチが安定するには3から4日は必要である。このための遅戦勝や 肺足栓症の急性期、あるいは波種性血管内凝固で緊急に凝固系の抑制を必要とする際には効果が期待できない。このような場合にはヘパリンを減脈投与する。ただし脳足栓症などで早期離症を目的としたり慢性期治療に早めに移行したいときに急性期のうちからヘパリン投与と並行してバルハリンの服を開始することはある。また、 ワルファリンを服用している場合は、高血小板療法と違って、蒸気のような効果判定のための血液検査を定期的に実施する必要がある。また、高血小板剤との違いは、高血小板剤は、動脈での血栓予防が主であり、静脈系を含めた血栓予防にはワルファリンを用いなくてはならないことで、ある。血液凝固因子の内大通因子、プロトロンビン。 第7因子、第9因子、第 X 因子の生合成は肝臓で行われ、ビタミン K が関与している。ワルファリンは、ビタミン K エポキシドレダクターゼの C1 サブユニットに、結合脳を持つことにより、ビタミン K と競合を阻害する。これにより前述の凝固因子らの生合成を抑制し、総量で30から50%低下し、生物活性も10から40%低下する。 その結果として血液の凝固を妨げる。ワルファリンの抗凝固作用は大通院しプロトロンビンの活性低下によるところが大きいと考えられている。効果は凝固因子の生合成によるため実際の効果発現に3から4日かかり、内服中止しても4から5日効果が継続する。トロンボテストで10%から20%。 あるいは PT インドルピーが1.6から3.0になるように調整していく。維持量としては2から 6mg、日であることが多い。目標とするインドルピーは、疾患、患者によって異なる。高度な工業庫効果としては2インドルピー3 0軽度の工業庫効果としては1.6インドルピー2 4と考えられている。例えば心房細動で工業庫療法が必要と、 考えられる患者に対しても70歳未満ならば、高度の工業庫効果を期待した投与を行い、70歳以上ならば、軽度の工業庫効果を期待した投与を行う。70歳未満で工業庫療法が必要な患者では、インドル P が2.0を下回った時点で血栓ができても仕方がないと状態と考える。2インドル P-3.0 は、 常に確実に2.0を超えるようにという意味であり、1.6インドル P-2.4 は基本的には2.0を上回るように投与するという意味である。実際に心房細動では2インドル P 未満になると急激に血栓症発症の危険性が高まるという報告がある。しかし、ワルファリンの投与量と効果は単純な相関関係ではないため、管理は簡単ではない。 ボトフ研究では、PT1.5 インドル P-2.7 にコントロールした低用量ワルファリン療法により、非弁膜性心房細動患者の脳梗塞は86%、総死亡は62%抑制された。ワルファリンは治療効果をモニタリングしながら投与すれば大量出血を起こす可能性は極めて低い。高齢者の皮下出血などは、 治療域のインドル P 範囲ならば寄避すべき副作用とは考えないのが一般的ある。出血がなくともインドルピーが4.0を超えた場合は2日間程度投与を中止した後再検査を行う。また、例えば、喫抗薬であるビタミン K を投与すると6時間ほどでインドルピーは減少するが、喫抗効果が持続するためあまり好まれない。万が一大量出血が起こってしまったら、 新鮮凍結結晶を投与し、凝固因子を補う。入院中では 5mg、日にて投与を開始し、3日目にインドルピーを測定し、それ以後の投与を決定する医師が多いが、その時点ですでにインドルピーが治療域を超えてしまうこともあり、維持量が決まるまでは24時間ごとに測定することが望ましい。しかし、具体的なインドルピーに基づいた、 投与量の設定方法の基準がなく、医師の経験に基づいて、投与量が決定されているため、インドル P の測定頻度も医師によって様々となっている。このため、日本人用の投与開始ノモグラムの作成が強く望まれているが、個々の患者の個人差を総括して作成する必要があり、近年まで成功していなかった。最近、日本人用のノモグラムが報告され始めており、 これらノモグラムの第三者による検証が望まれる。上記のようにワルファリンは効果発現に時間がかかるため、インドルピーが上昇を始めるまでは、効果発現が早いヘパリンを点滴上柱することがある。疾患によって投与量が異なるが、再管流量保護ならば、KN1A など五百ミリリットルの湯液にヘパリンを体重十二二十四単位を目安に二十ミリリットル。 hr で投与するという簡便な方法が知られている。ヘパリンの効果判定にはアプットが施設基準上限値の1.5から2.5倍内であることとされている。血液凝固系に関する検査方法において国際血栓止血学会の科学標準化委員会におけるトロンボプラスチン製剤の標準化により動物あるいは人由来原材料を利用した PT 測定のインドル P 表記が普及できている。PT 測定による単位としてのインドル P 表記であり、PT インドル P 測定法という検査方法ではないことに留意すべきである。また、インドル P という単位をインヒビチンレシオと間違った記述で報告されている日本での論文があるので、決して間違ってはいけない。一方、日本、北欧やオーストリアなどの欧州では、 トロンボテストによるアルファリンのモニタリングが検査法として利用されている。その理由は、アルファリンをモニタリングする検査薬の測定精度という観点で、トロンボテストの方が PT 測定法よりもアルファリン投与によって生ずるビタミン K 依存性、凝固タンパク質、第2因、第7因子、第 X 因子を正確に測定できるという発生原理になっているからである。 PT 測定は、第2因子、第7因子、第 X 因子だけではなく、フィブリノゲン、第 I 因子の検査値、健常人例例から 400mg、デシリットル及び第 V 因子の検査値や、その影響を含めた、凝固活性として、インドル P に影響を及ぼすことを考慮する必要がある。なお、トロンボテストは、PT 検査の欠点を補った完了された、 定量性の高い血液凝固検査法である。PT インドル P と TT の関係は一般的に以下となる。ワルファリンは多くの医薬品との併用によって、その作用が増強あるいは減弱する薬物相互作用のあることが知られている。例えば、酸関系抗うつ剤と併用すると効果が増すことがあり、副腎皮質ホルモン剤と併用すると効果が減ることがある。 よって、ワルファリンを服用している人は、医師、歯科医師、薬剤師などに、必ずその旨を伝える必要がある。納豆、クロレラ、青汁などのビタミン K の多い食品をとると、ワルファリンの効果は弱まる。ワルファリン代謝に影響を与えるブコロームを併用することで、効果が増強、安定することがある。副作用とも言えるが、これを利用して、 バルファリン処方量を減量することもある。しかし、再起形成が指摘されており、妊婦に対しての投与は近忌である。抗臨脂質抗体症候群は、妊娠可能年齢の女性に多く見られ、習慣性流産を主な症状とするが、妊娠を望む場合は、バルファリン投与を中止し、分娩時まで低用量アスピリン傾向投与、または、 ヘパリンの経費投与あるいはその併用などに変更する必要がある。出血している患者、出血の可能性のある患者、内臓腫瘍、消化管の形質炎、大腸炎、アキュ性細菌性心内膜炎、重症高血圧症、重症糖尿病などのほか、中枢神経系に受傷、手術を含むして、日の浅い患者では、脳。 脳幹出血などの危険があるので近忌である。重篤な肝障害や腎障害を持つ患者、やイグラチモドを服用中の患者にも近忌とされている。その他に重大な副作用として脳出血などの臓器内出血、粘膜出血、皮下出血、皮膚へし、肝機能障害、黄断が挙げられている。ワルファリンは医薬品としてだけでなく殺素剤、 ネズミ取りの薬剤として使われる。摂取したネズミは、網膜内の内出血で、視力低下するため、明るいところに出てくる。最終的には止血できずに、腹腔内の内出血で死亡する。しかし、クマネズミでは、肝臓の下毒機能の優れた薬剤抵抗性を持つ個体は生存できる。これが繁殖し、ワルファリン抵抗性ネズミ、 NHK による命名で一般化した故障、スーパーラットとな、防除の問題となっている。X 線結晶解析の結果によるとアルファリンは、互い変異性体として存在する。すなわち、クマリン骨格4位のヒドロキシモトと3位の側座のケトンがヘミケタールを形成し、閉館している構造とそうでない構造の2つの構造異性体間での平行状態として存在する。 しかし、工業庫役として即座に、トと元のナイオン、ヒドロキシクマリン誘導体が多く存在する、など事実は、工業庫作用を発揮するためには、非、ヘミケタール型となる必要があることを示している。ワルファリンには不正中心が一つあり、R との二つのエナンチオマーが存在する。1920年代に、北米で、牛が内出血を起こし、 出血が止まらず死亡する病気が発生した。1921年にカナダの獣医病理学者フランク・スコフィールドがその原因が腐敗したスイートクローバーを餌とし与えたことが原因と突き止め、1929年にはノースダコタの獣医 L.M. ロデリック博士がトロンビン不足によって病気が発生することを突き止めた。しかし腐敗したスイートクローバーが なぜこの病気を引き起こしたのかは1940年まで謎であった。1933年にウィスコンシン大学マディソン校のカール・パウルリンクの研究室でその原因とされる物質が管理された。これがクマリンが腐敗によって変化したであり、普段の病気の原因物質がこれであることが確定したのは1940年のことであった。ジクマロールは1941年に 血種類の駆除剤として市販され、1948年にその効果を高めるために改良されたのがワルファリンであった。1951年、アメリカ陸軍でワルファリンを服用して自殺を試みた者がビタミン K の投与で一命を取り留める事件が発生した。この一件でワルファリンは毒物としてだけでなく工業個材として病気の量にも使えることがわかり、 1954年に治療用の医薬品として承認された。この処方が行われた当時の著名人として1955年に心臓発作を起こしたドワイト・ D ・アイゼンハワー大統領が挙げられる。ワルファリンの工業個材としての基準が解明されたのは1978年のことであった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。